続いてゼッケン4番野崎文隆選手、埼玉県からチーム FWO ウィズ山ルーム、今年こそはチャンピオンを取りますとコメントをいただいております。アシスタントは菅原さんです。さあ、ご本人の口からファンの方にお願いします。おはようございます。雨は僕は嫌いじゃないので頑張ります。で、ウェアもですね、ちょっと今ゴールドウィークで、ね、開発していまして、来年のシャーに向けて、テストを重ねている最中なので、ぜひこの辺にも注目していただければと思います。発売になったら皆さん買ってくださいね。よろしくお願いします。素晴らしい。さすがトップ選手は宣伝も抜かれない。さあ、スタート10秒前を切りました。頑張ってもらいましょう。スタート5秒前、3、2、1、今スタートです。野崎文隆選手、頑張ってください。セクションインしました。そう、危ない、耐えています。野崎選手も下からのラインです。
続いてはマジ今のね、あっちの方に行ってたんで、あ、そうですよ。ちょっと、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 ちょっと
続いて第3位チーム FMO with 山ルーベゼッケン4番野崎文隆選手。去年1年は苦しみました。さあ久しぶりの表彰台でしょうか。ボッテガージャパンさんからのスパークリングワインも手に取って3位の表彰台へ。それでは3位の野崎選手からファンの皆様へ一言お願いいたします。応援ありがとうございました。今日のレースはちょっと予想以上の雨の影響で、かなり厳しかったです。僕でも、2ラップ目に相当数をちょっとパスしなくてはならないぐらい、難易度が高くなってしまったのと、時間もちょっとなくなってしまったので、待ち構えていてくれたお客さんに本当に申し訳なかったんですけど、また次のレースでは、しっかり全部いいところを見せて、さらに上に行けるように頑張りますので、また応援の方よろしくお願いいたします。おめでとうございます。それでは写真撮影を行いたいと思います。まずマスクをつけたまま、そしてですね、表彰台の選手の皆さん、ボッテガジャパンのスパークリングワイン、こちらもですね手に持っていただいてという、いろいろ注文があって申し訳ありません。さあまず正面からお願いいたします。マスクをつけた状態で正面のお客様に選手の方お願いいたします。それでは選手から向かって左側、あ、右側向いてる？どっち？左側からでいいですか？選手の方から見て左側方向ですね。お客様の方にマスクつけたままで。さあそれでは右側お願いいたします。右側方向のファンの皆様へ向いていただいてよろしいでしょうか。はい、それではもう一度ですね、正面向いていただいてマスクを今度は外してお願いいたします。さあ正面の方大丈夫でしょうか。それでは左方向向いていただいて、はい、それでは右方向にファンの皆様に向いていただいて、さあ正面も最後もう一度お願いいたします。正面も、さあよろしいでしょうか。はい、選手の皆様ありがとうございます。そしてもう一度大きな拍手をお願いいたします。皆様おめでとうございます。九州大会も熱い走りを期待しています。そしてですね、表彰式、6位入賞されなかった全ての選手もですね、今日一日頑張って走ったと思います。その選手たちにもですね大きな拍手をお願いいたします。2022年開幕戦、無事これで終了いたします。本当に一日皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。